1>, 1号艇の金田聡選手です。予選トップ通過が大きかったですかね。そうですね。大きいですね。はい、32号機の仕上がり現状いかがでしょう,うん。たんまり行き足中心にはいいと思います。はい。ということは伸びはそれほどでもないそうですね。やっぱ横さん、横澤さんとかね。亀ちゃんとか良さそうな人はやっぱいくらでもいるんでね。えー、今日は現状維持なのか、いいところを伸ばそうとするのか、変化を求めるのかどうしますか？う もう昨日の状態で行こうかなと思ってますはい。のため。スタートに関しましては地元ですしどうですかそうですねもう早いと思ったらやっぱ早いに行ってたんでまあしっかりね1 0少し入ったぐらいのはねしっかり全速で行けるように特訓したいですねはい。地元に関してはちょっと去年から苦しい内容もあったわけですがそのあたりも変えたいですかねそうですね、まあ、まあフライングだけはしないようにね集中してスタートはしっかり行って優勝できるようにはしたいですねはい 佐藤翼選手に続いていただきたいと思います。今年初、戸田三年ぶりの優勝に一言お願いします。え一生懸命走ってね、優勝狙いたいと思います。お,お願いします。二号艇の石渡哲平選手です。ええ、四十八号機仕上がりいかがでしょうか。ええ、はい、日増しに上がってきていると思います。特徴としては、どのあたりが良くなってきました。まあ、バランス取れて、あの乗り心地がいいです。はい、今日はどのような作業を考えてますか。 んそうですね、角に伸びてくる人いるんで、うん、なんとか止めるためにはスタートも重要だと思うんですが、タイミング、ここまで悪くない気がするんですが、どうでしょう、そうですね、あの風、ちゃんと読み切れれば、いけると思います戸田の2コースというのは、どのように考えますかまあ難しいは難しいですね、はい、ただ、前回、戸田の優勝って、覚えていらっしゃいますかね。いいえ覚え覚てないです <laughs> 2011年の1月になるんですけどもその時の開催タイトル覚えてますかすいません覚えてないです開催がですね放置新聞社配ということで今回もスポーツ放置サマーカップなんですよなるほどはいじゃあなんかあるかもしれないですはい。今年2度目の優勝に最後もう一言お願いします、はいえー、思い切っていきますんで買ってみてください3号艇後藤正宗選手です準優大激戦制しましたがどのように振り返られますか あのー、昨日からあのー、だいぶ足は良くなってきたんで、はい、良かったです。どのような調整をしてど,どのように良くなったんですか。えっとね、ずっとなんか出足がいまいちだったんですけど、あのー、しっかり回転上げるようにしたら、あの出足だいぶ良くなったんで、はい、途中はあのー、結構楽になりましたね、はい。ということは今日は現状維持という感じになるんですか。そうですね、もうあまり大幅には叩きません、はい。スタートに関してはここまでいかがでしょうか。 あのスタートはやっぱりエンジンがねしっかりしてるんでるので、い今日隣にかなり伸びがいい選手がいそうなんですけども、そのあたりはどのようにあの作戦考えますいやもう,う、急に伸びはつかないんで、しっかりスタートいくだけをあの考えていきます。<うん S 1> ということは、ダッシュは考えてないうーん、今節ね、多分ダッシュよりスローの方がスタート決まってるんで、下手いね、ダッシュで。 行ってなんか不安なスタートするぐらいならねあのスローからしっかり行った方がいいような気がしますけどはいでは久々でしょうかかります昨日もう一言お願いしますはいあのー、一生懸命あのー、スタート行って頑張ります応援お願いします四号艇の横澤光二選手です注目モーター引き当てられましたけどもここまでどうでしょうはいえっ、ー、と池鹿野美に関しては上位にいるかなと思ってます、えー、出足に関しては共用範囲外ですはいえー、その 感触というのは、まあ、初日から変わらない感じじゃないですか。うん、当然、初日の一層は前の方のペラの状態で行ってみたんですけど、ちょっと自分の体感とは全くこと離れてたので、かなり叩き直してみたんですけど。えっ、ー、と、どうやっても伸びの方は、あの、いいので、この三十九号機はオおンレースも注目になると思います。今日作業というのは、どうするんですか。 えっと昨日のスローからの感じと、またきょあのレーススタイルは変わるかもしれないので、まあ、一応、ダッシュ戦を見込んで、ペラ調整してますモーター的には、もうダッシュ向きと考えていいんですかえっと合わせ方によると思うんですけどね、僕の中ではあの体幹とターン回りはきてないので、もうちょっと直線寄りに、今回勉強という意味でやってみます。 スタートに関して、ダッシュの見え方、どうですかえっと、やっぱりちょっとスタートした後も足もいいんですけど、届くので、人と同じ体感、あのスタートタイミングでいくと、フライングの可能性が十分あるような感じなので、しっかり溜め込んでいこうかなという感じですね。十分、一発は狙えるふ足、パワーあるということでいいですかね。えっとあるると思いいいまますででも優勝戦のメンバーあのみんなな感感感じじじに仕上がってるような感じで今日は感じました えー、今年二度目、戸田三度目の優勝がかかるんで、最後にもう一言お願いします。ええと、いい枠で乗れたので、ええー、と、久しぶりに戸田で優勝できるように頑張ります。お願いします。五号艇の三住哲夫選手です。二十一号機の仕上がりを教えてください。そうですね。ちょっと上位にはかなわないですけど、その次ぐらいかなとは思ってるんですが。特徴というのはどのあたりにあるんですか。うん、やや伸びよりですかね。はい。今日五号艇ですけれども、コースはどう考えます。いや、あの、五コース。 で、いいと思ってます。ということはま伸びがある。周りがし関係っていうのはもう普通ぐらいなんですか？そうですね。お世辞にもいいってほどまでは言ってないですね。まだはい。ただ、スタートに関してはゼロ台も多いですし、どうですか？うん、まあ見えてるとは言い難いんですけども、何とか行かないことには勝てないんではい。まあただ伸び良好な選手がうちにもいますし、チャンスあればという感じですかね。そうですね。はい。 さあそれではえおよそ一年ぶりの優勝もかかるんで最後もう一言お願いします。はいあの精いっ走りたいと思います。狙って買ってみてください。六号艇加藤正彦選手です。準優は厳しい戦いでしたが振り返ってどうですか。そうですねえっとまあ一マークはちょっとまあ無欲の再打ちと思ってったら結構空いてたので、はいそこからちょっと欲が出てきてちょっとバタバタしてはしてはいたんですけど自分も足は良かったんでなんとか勝ってました。はい。 二十九号機、えー、ここまでの仕上がりですね。特徴を教えてください。そうですね。もらった時からそこまで悪い感じはしなかったので。えー、っと、もう本当微調整で <laughs>、日に日に良くなっていくような感じで、昨日が準優の日が一番良かったですね。足は。はい、今日は、まあ、六号艇なので、六号艇だとは思うんですけれども。ダッシュからっていうのは、どうなんですかね。そうですね。 ちょっとスタート、コわごわいっているの、ね、でまだスローの方がちょっとスタートいけてる部分はあるんですけどでもロックコースなんでしっかり速いスタートをいきたいと思います、はい、シルトンに関しては今ちょっと朝、えっと、ちょっと朝ゼロ度で試した時があったんですけどちょっとそこまで出足とかレース足が良くなかったのでちょっとマイナスで調整を考えています戸田、意外にも初めての椅子なんですけどもどうなんですか、印象。 そうですね結構走る機会あるんですけどやっぱ最近ですかね、ちょっとここ,こ最近ちょっと調子が上,が上げてきたので、まあ、嫌いではなかったんですけど成績が自分の実力不足でちょっとな,んとなかったんですけど予選突破も初めてなんじゃないですかね、多分、はい、だったんでででも嬉しい輸出ですね自身2度目の優勝もかかりますので最後にもう一言、お願いします、はいえー、戸田の6コースなので、えー、っとチャンスあると思いますので頑張ります、応援よろしくお願いします。